はい、今日もですね YouTube の視聴様よりご質問をいただいております。この方はスキーヤーの方で、スキー歴60年70歳で、身長が168センチ体重が59キロの方です。現在小笠の GT ケオッズ165センチの板で、ブーツがですねラングのですね 25.5 センチの、ブーツを履いていて、まあ、シーズン15回程度座王に滑りに行くそうです。あと人生ですね5年くらいは滑りたいっていうことで、まあ、15メートルぐらいのミドルターンをこう目指してこう気持ちよく滑るためにこう新しい板とブーツを購入しようと思ってます。そこでナメさんにこう小笠と靴はラングかサロモンで何かおすすめの商品とか何かこうアドバイスあればいただきたいということをいただいておりますのでこちらについてよろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。お願いします。そうですよね。まあその今ラディウスが15ぐらい、まあ14から15ぐらいかな、まあミドルターン系のものでそのまあミドルがまず一つの基本で、ちゃんと踏みつければ小回りもできるしっていう長さでいくとすると、その身長だとすると、まあ、60か65だと思います。まあ、でも65の方が安定感があるのかなというふうに思います。まあ、そのちょっとミドルの方が優先なのかなというふうに今の話の中で、で小回りもできるし、まあ、超ロングっていうのはもうそのなんだろう、やっぱそのなかなかそのゲレンデでもできない部分があって、その例えばその今の座王を行かれるってことは樹氷も滑られる、そうするとその、その合間を縫っていかなくちゃいけない時の板であれば、その前の板を使われて、あの木を踏んでも、傷ついてもいいように前の板を使われていくのは、まあ、ゲレンデ滑られるのはその新しい板の方でいいと思うんですよね。まあ、2本やっぱりうまく使い分けされるといいかなというふうに今ふっと思いましたね。まあ、これ想像して話をしてるんですけど、まあプレートその対象とプレートが固めのプレートがついているものはいらないと思うんですよね。だからそのでもやっぱりロングがもっとメインにやりたいんですよねって言ったら、プレートついてなくてもラディウスが16、17みたいなタイプがあってもいいんですよね。だから大阪さんやとその WX ってやつがちょっと固めですけど、そのアイスバーンとかのそのエッジコンタクトは強いですよね。そのちょっと僕もわからないですけど、その、まあ、デモの方が推奨して作った板らしいですけど、その今の WX っていうのは、でそれはまあまあその今 の, あのいろんな方に、評判がいいですよね。ただその体重がちょっと軽いのが、軽いって言っても59キロとか、ね、あの58キロの体重だとそば普通だと思うんですけど、まあ、その今の脚力もいろいろ考えていくと、もう少しあの柔らかいタイプの15ぐらいのやつの 14. いくつとか15ぐらいのやつ の65がいいのかなと思うんですよね。でそれはあの多分あの小笠原でも出てますので、それはあのまたあの LINE とかでもしあったら入ってきて質問していただければ、そこであのもっと詳しくそのあのカタログから抜粋したり、まあ、お電話番号いただければそのあの個別に、あのお話ができると思います。今結構遠いところの方も北海道の方とか、仙台あとそうだな結構遠いところの方にお売りしてますので、これはでも長野の方とか、岡坂の板もあの加工してこう送るという状態を作って、まあ、もう例えば滑れる状態にしてくださいって言われればその分若干お金いただきますけど、あのもうブラッシングまでして送ってるっていう状態もあるんですよね。だからもう本当にだからもうゲレンデ行ってもう下ろすだけって、でブーツのサイズがもちろんあの分かればそれでやるんですけど、ただブーツをその今のラングを履いてみえて、ラングかサロモンっていうそれで、っていうのはもう海外の今ブーツってなかなか今入りにくい部分があったり、あのもう今年は特にそうですよね。まあ、戦争やらその今のコロナやらの関係でっていうのもあって、あと日本がやっぱりそのたくさん買ってないので、
その分後回しになってる部分もあったり、はい、物も1月しか入らないってものも出てきてますので、うん、まあ、そういう意味では、まあ、確かに安定しているのは、まあ、海外のメーカーでいうとヘッドさんと今、はい、まあ、日本のメーカーでいうとあのレグザムさんかなっていうところなんですけど、はい、まあ、レグザムさんももう今ほとんど底をついてきて、うん、あの多分ほとんど売れちゃってるんだと思いますけど、今年に関しては本当にだから物も遅れてて、あの、はい、日本のメーカーさんも小笠原さんぐらいからもう本当に頑張ってその何だろう、あの作られたところはあのまあ本当にまあ来年ね、それこそあのお値段も変わってくると思いますし、まあそういって駆け込み需要がちょっとやっぱり今あって、駆け込み需要がある割にはその物がないっていうところなので、ちょっとやっぱりあの今年に関してはちょっと変わった年ですよね。うんうん、だから僕らもあの商売としてもしたいんだけど物がないみたいな。うんうんうん、まああの本当にそういうことですよね。例えば、まあ、今部品がないから車が何年待ちみたいなものに近いですよね。ああそうですよね今、うん、はい、だから、うん、あの、まあ、詳しいことに関してはこれね、あのご本人と話さないと、その今の例えば何が好きですか、どんなレベルですかとか、体重は分かりました、身長も分かりましたって でスキー場は蔵王ですよねって言って、まあ、どんなターンがやっぱり嫌ですかとか好きですかとかみたいなものも、うん、もうちょっと詳しくその今の LINE で入ってきていただければ、はい、あのお話できると思います。で別に本当にうちで買わなくちゃいけないとかではなくて、まあ、正直な話、この間もちょっと笑い話でしたけど、他のスポーツ屋さんから電話があって、あのどれを選んだらいいですかってお客様も見てもみんなもう寂しくなってきたなと思ったけど、はい、それはねうちも一応スポーツ屋さんなんですけどって思ったんですけど、はい、でも、まあ、まあそれもそれでその人は間違ったもの選びをしないで、その人は気持ちよくそのシーズンが過ごせればいいのかなというふうに思いますね。うんうん、あのやっぱりその間違ったもの選びっていうのはいくら安かろうが高かろうがそれはもう損してると思いますので、うん、まあ、できればその気持ちよく帰ってこれるようなもの選びっていうののアドバイスができればなと、うん、まあ、それに関してはあのできる方だとは思いますので、はい、あのまあ、それこそあの遠慮なくあの入ってきていただければ、それでお電話はこちらから電話番号いただければその LINE の方でこちらからお電話しますので、はい、でそうやってあの、まあ、カウンセリングとはちょっとオーバーですけど、はい、あのアドバイス、僕でアドバイスいいのかなとは思うんですけど、はい、でもどちらにしてもそうやって少しでもそのあの買う時の、まあ、間違ったもの選びにならなければいいかなと思いますので、あの、まあ、気軽なくあのお電話番号いただければありがたいかなと思います。わかりました、はい、じゃあまず LINE で、あの、そうですよね、いただければなと思いますので、はい、はい、ありがとうございました。じゃあお願いします。ホットワックスで失敗しないため、板がより走るためのワックス、クーがおすすめです。ただいま全国送料無料キャンペーンを実施中です。詳しくは YouTube の説明欄をご覧ください。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。スキー・スノーボードのメンテナンス方法や板やブーツの選び方や体作りなど、どんな些細なことでも気になることがありましたら YouTube のコメント欄に質問をお寄せください。今後も定期的に動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、ただいま、チューンアップのキャンペーンを始めました。ですね、下にある URL をですね、またクリックしていただければ、またその方法なり、説明が出てますので、よろしくお願いします。おかげさまで多くの方に板が走るようになって滑りやすくなったとお喜びの声をいただいています。板のチューンナップでお悩みの方はお気軽にご相談ください。スキー・スノーボードのベースワックスをしっかり行いたい方、走る板を作りたい方へ、サーモバッグのキャンペーンを行っています。柔らかいワックスを板に浸透させて板を走る状態へします。詳しくは YouTube の説明欄よりご確認ください。